まぶしい。みんな、三人ともその服装、その姿は一体、とことなくヤクーツクさんやプトラさんたちの制服に似ているような。わかりません、わかりませんが、奇妙な感覚だが、とにかく全身から不思議な力が溢れているのだけはわかる。うん、これならもしかして私たちも戦えるかも。大変です、兄がリアクション芸人と化してしまいました。うん、元からそういう節があると思うがな。それはさておき、彼女たちに加勢するぞ。オッケー、ぶっ飛びー。ちょっと待って、戦うだなんてそんなの危険。ミナト、突っ込んで敵を蹴散らせ。了解。ちょっと怖いけど、オラオラオラ。え、ミナト、どうなってるの？リソナは私と一緒にあのまがいものを撃つぞ。わかりました。ルナチョムとの共闘。少しオンラインゲームを思い出しますね。ちょっと待ちなさい、あの敵には攻撃が通じないのよ。問題ない、おそらくだが。はい、不思議とそう感じるんです。見えた、狙い撃ちます。やった、聞いたみたいよ。倒した？いえ、逃げただけかと。どうして急にあんな力を使えるようになったのかしら。おそらく原因はこれかと。綺麗な鏡、これは何？霧の鏡です。なぜかこれもこちらの世界に来ちゃったみたいで。私たちが戦えたのは霧の鏡が力を与えてくれたからかと。どういうこと？霧の鏡の説明にはこう書いてあった。深い霧の中、願いし乙女に力を授けると。あの時私たち願ったもんね、自分たちにも力があればって。それで鏡がリソナさんたちに戦う力を授けた。あの敵に攻撃が効いたのも鏡の力なのかな。多分そうだろうと思う。月の鏡に霧の鏡、似たようなおとぎ話を聞いたことがある気がするわ。そういえば吉野も知っているかもしれない。皆さん、お待たせしました。準備が整いましたよ。車掌様、皆さん、本当にお世話になりました。元の世界に帰っても、この恩は忘れないです。もっと服のお話ししたかった。私も吉野が仕立てた服を、いろいろと見てみたかったよ。ちょっとの間だったけどさ、お別れは寂しいね。みんな、元気でね。では皆さん、そろそろ。どうしましょう。まさかこんなことになるなんて。そう気を落とすな。もともと異なる世界へ意図的に飛ぼうなどと、とんでもないことなのだから。
うんうん、そう簡単にできることじゃないのは当然だよ。あわわ、申し訳ありません。準備で何かミスをしてしまったのかもしれないです。いろいろ条件が重ならないといけないとか。気分転換も大事よね。そして気分転換といえば、やっぱりショッピングよね。車掌様、私のお願いを聞いていただきありがとうございます。アサヒ、私に対する気遣い、礼を言うよ。正直、大変に気分がいい。ルナちゃんが素直です。ところで、私に対しても優しさを発揮してください。急に言われても。うん、じゃあ私にも発揮してくれる？アサヒ、モテモテ女の子同士の複雑な友情かしら。はい。それはですね。もう話しちゃってもいいんじゃないですか。え、朝日、男の子だったの？はい。本名は大倉優生と言います。可愛いお顔をしてらっしゃる。それはですね、この妹の思いつきです。まったく、すっかり騙されたよ。思えば言動の端々に少し男性っぽさがありはしたが、朝日の女性として、そして使用人としての立ち振る舞いは見事だった。うんうん、まあ私はすぐに気がついたけどね。ああ、この子遊女だなって。あの、申し訳ありません。今回車掌様や皆さんを騙すつもりはなかったんです。ただこの格好でしたので、つい朝日と名乗ってしまい、その後も言い出すタイミングがなくて。そうね、ちょっと驚いちゃったけど。朝日が悪い人じゃないのは分かってる。皆さん、本当にありがとうございます。さ、そういう話はおしまい。ここからはショッピングを楽しみましょう。ああ、これが異世界の服。素敵ですね、ルナ様。なるほど、これは創作意欲を刺激されるな。よし、早速デッサンを。すごいルナ、あっという間に描いちゃった。それにすごく素敵なデザインね。実物があれば袖を通してみたいわ。1枚目はこんなところか。よし、次だ。あの、ルナ様、デッサンは後でもよろしいのでは？なぜだ、鉄は熱いうちに打てと言うだろう。ほうほう、どうやらルナちゃんは忙しいようなので、兄は妹とイチャコきましょう。そうしましょう。待て、それは許さない。そう、許さない。ゆうちょは私と美味しいものでも食べに行こうよ。なぜならば、ミナトさんはお腹が空いてしまったからです。いや、それもダメだ。朝日は当家のメイドだぞ。しかし、私も小腹が空いたな。よし、朝日、私と食事に行こう。え、それならみんなで行けばいいのでは。はぁ、兄がめちゃくちゃ僕念人です。まったく、君というやつはこういう場面で気が利かないな。うん、悠長って悠長だよね。
そんなに言わなくてもいいじゃないですか。本当にみんな仲良しよね。そうだね。とっても楽しい雰囲気が伝わってくる。楽しかった。ねえねえ、今日買った服とか試着してみない？いいですね。ちょうど大きな姿見もありますし。元気だな君たち。私はもう疲れ果てた。おお、ルナがベッドに沈み込んでいく。姿見、鏡か。こちらに転移してきたきっかけも鏡だったな。ですね。それに不思議な力も授かりました。なんかさ、変身して戦う魔法少女みたいだったよね。いやー、おい、いきなり無意味に力を使うんじゃない。あ、メンゴメンゴ、ついやりたくなっちゃってさ。って、ん？どうしたんですか？どう説明したらいいかちょっとわかんないから、ルナもリソナも力を使ってみて。なんだ、どうしたというんだ。この感覚、どこか遠い場所から呼びかけられてるみたいな変な感じ。これはもしかして。ああ、月の鏡だ。僕たちが元の世界に帰れないのは、やっぱり月の鏡が関係しているのかな。でしょうね。そもそもあれが私たちをこの世界に飛ばしたんですし。うん。それにしても、この街、なんだか懐かしい気分になりませんか。そうだね。きっとイギリスに似てるからじゃないかな。納得です。大倉家の屋敷があるイギリス、マンチェスター。あなたと私が幼い頃初めて会った場所。ファッションコンテスト？はい、オリジナルデザインの服やアクセサリーなどの出来を競う大会だそうです。その大会の優勝商品がなんと月の鏡だったと。その大会っていつ開催されるの？今から制作すればなんとかギリギリ当日に間に合うのではないかと。ほうほう、つまり参加して優勝をかっさらおうと。はい、もうエントリーしてきました。ルナチョム、兄、私、ミナトンがいれば余裕でしょ。というか、ぶっちゃけルナチョムがいればいけると思います。丸投げするんじゃない。リソナにもきっちり協力してもらうぞ。じゃあ私も装飾品のデザイン頑張っちゃおうかな。服を作るなら吉野もお手伝いする。私もおしゃれ好きとして何か力にならせて。よし、力を合わせて極上の衣装を完成させるぞ。よし、デザインはこれで完成だ。素敵ね。きっと優勝間違いなしよ。おお、とっても自信作。次は私が衣装のパターン、型紙を作成して、発注した材料でいよいよ衣装と小物の制作だね。社長、材料はいつ届くの？はい、確認しますね。あわわ、大変です。材料を運んでいる荷車がミストモンスターに襲撃されているそうです。なんとか討伐できましたね。
幸い、怪我人はいないみたいね。見事に燃えちゃってるね、荷車。うん。大炎上してる。ですが、材料を再調達しても、制作の時間を考えると、大会には間に合いそうにありません。こうなったらもう、何か別の手段で月の鏡を手に入れるしかないんじゃない？いえ、待ってください。リソナ？僕の顔に何かついてる？妹、ひらめいちゃいました。すべては兄にかかっています。本当にこんな方法でいいんでしょうか？材料が消失してしまったんだ。新しい衣装を作ることができないのなら、これしかないだろう。ナイスアイデアだよね。うん。はい、これはもう典型を得たりってやつです。朝日が着ているメイド服は我が屋敷のメイド長山吹八千代がデザインした代物だからな。つまりはオリジナルだ。デザイナーである彼女はこの場にいないが、問題なく参加できるはず。果たしてそれでいいんでしょうか？コンテストではアピールタイムがあるそうですから、そこで存分にメイドっぷりを披露すればきっと優勝できます。そうそう、ゆうちょなら、うん、朝日ならいけるいける。頑張ってください。我々も応援しています。皆さんも。わかりました、精一杯頑張ってみます。ご主人様、ご用があれば何なりとお申し付けくださいませ。おい、誰かあの審査員を始末してくれ。嘘、本当に優勝しちゃった。さすがは兄です。妹として誇りに思うような、そうでないような複雑な気持ちですが。そこは素直に思ってあげようよ。この場にはいないが、八千代にも感謝しないとな。これは？了解しました。わかったわ。半身、一体何を？あの謎の敵は、月の鏡の化身なんですね。女学院の制服を着ているのは、実体化するときに私たちの姿を真似したから。そして奴の半身とはこれか。あのミストモンスターはその怨念が実体化した存在なんですね。鏡はあっち側でイリスクラウドに帰るための力を貯めてたんだ。そしてその力が満ちたのは、たまたま朝日たちが鏡を見に来た時だった。私たちが霧の鏡を手にしてしまった。ルナちゃんもさっさと霧の鏡を返してしまいましょう。そうだな。どうして襲ってくるの？返すって言ってるのに！リソナ、ルナ様、逃げてください！
仕方がないですね。パワーボムぶっ放すよ。パワーボムぶっ放すよ。罰ゲームです。せめて本気を見せろ、バカ者。はいっはいっは罰ゲームです。せめて本気を見せろ、バカ者。はいっはいっは一緒に頑張ろう。パワーボムぶっ放すよ。罰ゲームです。娘、なめんなよ。ミラト、あたしたちはイルカとシャーチ、一緒に攻撃だよ。うん、どっせーい、ミナトンパンチ。ルナ、ヨシノと一緒に。わかった。仕掛ける。リソナ、ド派手に行きましょう。わかりました。貫きます。やったー！皆さん、すごいです！これは…だけど、純粋な願い、清らかな願い、優しい願いも確かにありました。願いは意志。意志が願いとなって希望を生み、夢を育て、夢が世界を変える。ジャンの、私が尊敬する人の言葉です。恨みや嫉妬、欲望も人の意志なんですよね。負の意志でも、それが願いになって。はい。だから、私は正しい意志を持ち続けたいと思うんです。兄に車掌さん、無事ですか？町にも大した被害はないようで何よりだ。うぅ、ほっとしたら、今頃になって膝震えてきちゃった。リソナ、ルナ様、ミナト、お疲れ様です。ミストトレインでファッションショー？で、この列車を飾り付けるわけ？それはすごくいい考え。帰る方法を一度試してしまったから準備が必要なんですよね。はい、お待たせしてしまって申し訳ありません。でもおかげでまだまだみんなと遊べるね。うんうん、いろんな場所楽しもう。私は吉野の仕立てた服が見たいと思う。それじゃ、錦の呉服屋さんにご案内。そういえば、月の鏡と霧の鏡はどうなったんです？二つの鏡は、特設隊で厳重に保管することになりました。結局、あの鏡って何がしたかったんだろうね。これは憶測だが、帰りたかっただけなんじゃないか。私もそんな気がします。だとしたら鏡の願いは叶えられたんですね。こういう話はおしまいにしましょうか。私から言い出しといてなんですけど。はい、みんなで協力して頑張りましょう。
よし、誰が一番素敵に飾り付けられるか勝負だ。面白い。最優秀賞は私がもらう。私も負けないぐらいド派手な飾り付けをしてみせます。